ワクワクするニュースが入ってきました。トヨタが販売するスポーツクーペトヨタ86の新型について、欧州トヨタの責任者がスバルとの共同開発に言及したと海外メディアが伝えました。そこで今回はそのニュース記事の翻訳とそれに対しての海外の反応をご紹介します。トヨタが現行の GT86、 日本名86はスバルと共同して開発する新しい第2世代モデルに置き換えられるであろうと言及しました。新型スープラの発売を受け、トヨタ86の次期型は販売されないので、鳩の憶測が出ていましたが、トヨタのヨーロッパ支社においてセールス&マーケティング部門の統括責任者を務めるマット・ハリソン氏との取材を通じて、トヨタが新型86を開発するつもりであることが確認されたのです。ハリソン氏はトヨタ86を我々にとって成功を収めたヘイロー、プロダクト、目玉、基幹製品であったと語り、次のように付け加えました。新型スープラがトヨタ86にとって変わることはありません。それらは異なる製品であり、顧客層も異なっていると我々は考えています。トヨタのショールームで隣り合わせで並ぶ状況を想定しています。現行のトヨタ86はスバルの BRZ と共に共同開発され、2011年に発売されました。そして両方の車にスバルの水平対向4気筒エンジンとトランスミッションが使われていましたが、次期型モデルでもそれらの関係が維持されることは A セーフアシャムプション仮定だが、そうだと思って間違いないとハリソン氏は話しました。スポーツカー開発は他の車よりコストがかかる割に販売台数も限られるため、トヨタはスポーツカーをビジネスとして成立させるために、その高額な開発費を競合他社とパートナーシップを組むことで抑える手法を取ってきました。トヨタは86や同じようなタイプのスポーツカーモデルを強力なブランド大使として見ており、またトヨタの社長の豊田章男氏は同社にスポーツ車のフルラインナップを構築したいという願望を最近表明していました。特にガズーレーシングのラインナップでです。トヨタ86についてはハリソン氏も次のように述べていました。トヨタ86の役割は販売台数を稼ぐことではなく、ブランドに感動、興奮を与え、感情に訴える魅力を加えることでした。その意味では86は非常に成功したと言えます。特に英国のような市場では。フレー万歳。 This news makes me happy。 ありがてー。身長195の人間が乗れるようにしてくれればそれで十分ですので、どうか。ありがたい。すでに素晴らしい車だったが、どう新しくしてくれるのか楽しみだ。個人的にはパワーよりもトルクがもうちょっとあれば嬉しい。 GT86 を継続させてくれるトヨタには感謝しかない。比較的安価で軽量、後輪駆動のクーペなんて市場に残っているのは 86BRZ くらいだ。ホットハッチやスポーティーな SUV ばかりに夢中な今のベンツアシアスツ、大の自動車好き愛好家にこういった車が見向きもされなくなっている現状のなんと嘆かわしいことか。スバルとの新たなパートナーシップによって生まれた新型モデルがここイギリスで、この国でのスズキのセールス程度でいいから売れてくれることを願う。トヨタ86は本当に扱いやすい素晴らしいスポーツカー。でも、あと、ちょっと暗い馬力があってもいいのよ。嬉しいニュースだ。最終的にどう生まれ変わるのか、現時点ではわからないが、どうなろうとも86である以上失望することはないだろう。ただ、願わくば、もうちょっと馬力が欲しい。後部座席をなくして、もうちょっと小さくなると、なおよろしい。これは、車好きにとって素晴らしいニュース。特にアメリカでの販売台数の落ち込みを考慮すると、トヨタサイオン、2016年まではザイオンブランドから販売されていた2016-2354
2017-6846、2018-4133、2019-487、スバル、2016-4141、2017-4131、2018-3834、2019-501。ちなみに、ヨーロッパ市場も助けにはなっていない。年間販売台数は、86と BRZ を合わせて2000台とかだから。参考までに、2017年のクライスラー200の年間販売台数は18000台だったが、クライスラーは、このセダンの廃止を決めた。クライスラー200と86などのスポーツカーでは、想定している販売台数が違うのだから、その比較は適切じゃない。クライスラーは損失も出していたしね。86や BRZ は年間1万台すらクリアできないだろうと初めから想定していたし、それに合わせた価格設定をしていた。まあとはいえ、自動車メーカーにとってスポーツ車を作り続けることはどんどん難しくなっていってるのは間違いない。それでも新型を作ろうとしているってんだからありがたいことだわな。今や、ほとんどの自動車メーカーの意思決定は売上高によって決められている。なのに、よくも、まあ、トヨタは青信号を出したな。いや嬉しいんだよ、ただ驚いたって話さ。トヨタ86の世界累計販売台数が10万台を超えたって、ニュースが2014年にあった。現時点で、どのくらいの数になっているかわからないが、10万台の時点で、ニッチな車としては十分成功していると思うけどな。でも新型になっても3馬力くらいしか増えないんでしょ？205馬力からなんと206馬力になります。むしろさらに減ってターボチャージャー付けになる予感。もしターボチャージャーを搭載するようになったらさよならするけどね。同意。直線でのスピードが欲しいなら他の車を当たってくれって話さね。ペダルを踏み込んでどれだけ速く時速 100km に達するか以外の楽しみが世の中にはあるのだ。同意できないって人は86をマツダロードスターでもいいが誰かから借りてレーストラックで走らせてみればいい。笑顔にならずにはいられないこと間違いなしだ。モアパワー240の 250HP は欲しいところ。もっと大きなエンジンかターボチャージャーはどうしたって他のスポーツカーと競合するには必要。フォードフォーカス ST に乗っていたけど現行の86よりも前輪駆動という点以外は全てが勝っていた。もしフォーカス ST 並みのパワーそしてパワーウェイトレシオを実現できれば神の一台になる。とりあえずターボを詰め、話はそれからだ。君たちは、この車の肝心な部分を理解していない。ここは、原点に戻って、白と黒のツートンカラーをオプションに用意すべき。そして、ユーロビートが初めからプリインストールされているんですね。楽しい車を手に入れる余裕ができたらいつか買いたいと思ってきた。きっとこの新型はその時に候補となっているはず。きっと失望することはないはずだ。所有しているけどこれほど楽しさを届けてくれる車はない。私は先に書かれたリストの2018年に購入した3834人のうちの一人だが後悔はしていない。 BRZ と NA ロードスターのおかげで仕事で会社の SUV に乗らなければならない日々の鬱憤がなんとかなっている。この子たちは生涯を共にすると確信しているくらいさ。この手頃で反応の良い名車に対してパワーがないだのとバカにする声が頻繁に聞かれるがそんな声は無視しよう。 86BRZ に向けられるヘイトは本当に理解できないわな。馬力は多ければ多いほどいいなんて発想は馬鹿げてる。この軽快な走りの良さがわからない連中の多いこと多いこと。日産も
そろそろ Z をどうにかしてくれませんかね。どうか、どうかお願いですから、インテリアをなんとかしてください。今のアレハ、世界で、一番退屈な場所です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。